うぃー、こんばんは。こんばんは。久々だね、おパスさん。お久しぶりです、動画では。動画では確かにね。プライベートでは全然合ってんだけどね。そう、動画的に言うと2、3年ぶり。いや、確かにそうかも。マジでコラボしてなかったから。この間なんか、ジャスティブさんって人とコラボしたんよ。あ、プロの方。あ、そうそうそう。はいはいはい。コラボええな、楽やな、思って。味を占めました。そう。俺中説出てるよ、やっぱ、俺たち。中説出てますよ、それは。嘘、そうなんだ。なんかたまにコメント欄でさよドラとコラボしなくなったねみたいな。不仲だからな俺たち。そうなんですよ。明後日も遊ぶのにな。家では遊ぶけど動画では遊ばない。あー、いいね。でも健全じゃない、そっちの方が。超健全っすよ。我々も年取りましたな。しかし、そうですよ、最後にコラボした時俺ら20代っすよ。マジ？はい、マジ。やばいね。今じゃもう32で、おじさんが俺おじさんだからさーって言って周りが気使うっていうの、多分俺ら若い時いっぱい見たじゃないですか。うん。あ、そういうこと？俺も、いや、もう俺もおじさんだからさっていう言葉を言わなきゃ、逆になんか、え、この人自覚してないのって思われそうで、自分から自虐を言うようになっちゃいました。でも俺もともと YouTube 参入したのが遅いからな。何歳から？俺多分ね、26とか7ぐらい。あー、確かにだいぶ遅い。パスさんは？え、俺大学生からすんの。そうですよ、割と子さん勢っすよ。そうなんだ、それは確かに。そうです、そうです。そうか、ジジイやな、そう考えると。だいぶジジイっすよ。俺が YouTube 始めた時、初めて登録者1万人っすよ。初めと東海オンエアがなんか伸びてきてる新人 YouTuber って扱いでした当時。あ、そうなんだ。そうです、その頃から俺 YouTuber やってます。一番強い人誰だったのその時？おとじゃさんとめぐびんさんとヒカキンさん。あー、ヒカキンさんってその頃から。その頃から割とトップの側でしたね。もうオリジンなんだね、だから原初の YouTuber なんだね。あ、そうです、現象です。うわ、敵いるし。そう、あんまパッドでやらんもんな、パスさん。そうです、パッドもあの30代になってから初なんじゃないかっていう。あ、死ぬ、もしかして。大丈夫です、行くわ。倒しました。あ、やるやん。ありがとうございます。あれ、エータさんって何歳ですか？エータね、35かな。お、おじちゃんじゃないですか、しっかり。そうだよ、もうやばいよ、本当に。ちゃんと老けてきてるよ、しかも。合ってない？エータくん。合ってないです、合ってないです。あ、そっか。ちゃんとね、あ、こいつ、年取ってきやがったって感じの。いや、なるっすよね。え、でも俺まだ若いよ、見た目。いや、変わってないっすよ、おっちゃん。全く変わってない。あ、でもあれか、パッサーもそんな変わってねえか。俺も、まあ、言うて、ジムとか、美意識高い側の一応、職業にならざるを得ないから。あ、そっかそっか。そう、運動したり、美容皮膚科行ったりとか、見た目は年は取りづらいように、ちょっと課金してますね、そこは。そっか、美意識高いもんな、昔から。一応ね、ジム全く行かなくなっちゃって怒ってるから。来てください、来てください。そうなのよ、一回行かなくなるとさ、一気に行かなくなるね。めっちゃ怒られます。俺逆に今めちゃくちゃ行ってますよ。あ、嘘。あ、しかもみんな誰もが知る荒野行動実況者真人くんから毎日ジム誘われてる今。どっちの？あの、自分とこの？あ、そうです、そうです、近所の。そうなんだ。近所って言っていいのかな。あ、確かに確かに。あ、近いがもらえ、足やつするわ。なんかもう一人いる？いないわ。おぱしまひとお茶でジム通いましょうよ。確かにまひちゃん最近会ってないな。意外とパッドやれるね。いや、まあ一時期はパッドでやれないと公式から仕事もらえなかったんで。そんなあったん？え、ありました、ありました。だから、お、あの、オフィシャルイベントが大体スマホ版じゃないですか。あ、そうだね、確かに。そう、多分お茶さん知らないと思うんですけど、うん、なんと荒野行動公式エミュレーター PC 版出ました。どういうこと？エミュレーター。エミュレーターって何？公式エミュレーターだ。PC で、Android を起動して、スマホ版の荒野行動にログインできて、それが公式公認のやつ。マジで言ってんの？はい、先月出ました。え？何？キーマウでできるってこと？このゲーム。あ、できます。やば！操作 PC 版と全く一緒っす。え、それやろうかな？って思うじゃん。うん。重いんすよ。あー、そういうこと？若干カクつく。しかも、このゲーム結構パッド強いからな。そう、だからパッドの上手い奴らには絶対勝てないと思いますけど、ただ、ゲストの芸能人とかが、え、操作の方法わかんないですみたいな、あの、放送事故みたいにならないです、多分今後。へぇー。最近パッさんがどんな動画を上げてるか知らねえな、そういう。あ、いや、俺はあの、もう変わらぬ味なんで、無限にカルピス薄めてるって感じの動画です。
もうじゃあ薄くなってはいるんだ一応。いやもちろん、だからあれこの動画4年前にも見たよね、2年前にも見たよねのオンパレードっす、まるで。あ、そうなんだ。え、でもそれ言ったらお茶さんたちだって究極に薄めたカルピスじゃないですか、もちゃんねる今。ていうかもううちの場合は味が変わらないって話だ。薄めてない決して。あ、薄めてない。あの味の変わらない老舗40年、いいお店じゃん。あ、そうだよ、いいお店ですよ。いつでも同じものは提供してる。あ、でもそれで言ったら多分俺もある意味二郎系って感じですよ。そうだよ、だから心が変わっただけだよ。心変わってないから。 みんなの心とトレンドが変わっただけ。ああ、そうです、そうです。うちはいつでも一緒だよ。まだこういう動画撮ってんだっていうコメント毎日聞きますよ。あるある、まだこれやってたんだ、久しぶりで懐かしいみたいなやつでしょ。そう、あるある、めっちゃ来る。あと YouTube あるあるで、久しぶりに見に来たらっていうコメントでスタートするやつ、大体その後誹謗中傷っていう。あ、そうなんだ。誹謗中傷の割合でもそっちの方が多いよ絶対。うち少ないよ。あー、でしょうね、うん、あんたなんか多いでしょ誹謗中傷。いや、俺絶対多いっすよ。あ、そうだもん、だってやっぱ女と金だからさ、商材が。商材がね。商材が悪いよやっぱり。でも確かに動画で絡まないのはあれだもんな、そっち系の話題俺そんなにしないからだろうね。いや、そうっすね。だっておかしさんもさ、プライベートでそんな話あんましないじゃん。しないっす。てかポケカの話しかしないじゃん、もう脳いかれちゃってるから。そう、いかれちゃったからね。俺は作らないわけよ、動画の自分と。その分けないからさ。でも割り切ってんでしょ。割り切ってますし、なんなら別に俺も言うてオパシを演じてないじゃないですか。あ、そうなんだ。あ、全く演じてないですよ。単純にあのお茶さんの前だと、うん、単にポケモンの話が一番合うからポケモンの話無限にしてるだけで。え、あ、じゃあ他の人と会うと女と金の話しかしてないの今。あ、相手に合わせますね、別にどっちでもいいっていう。あ、そうなんだ。へえ、はい、器用やね。でもマジであの遊ばなくなっちゃったから話のネタはそもそもないっすね。誰と遊ばなくなった。あ、その女の子とかと。ああ、オパシさんが。あ、そうそうそう、はい、趣味女遊びみたいな時期が終わっちゃってるから。そっか、年取ったからね。お茶さんとコラボしてた頃は趣味特技女遊びみたいな。ああ、そうかもね。そう、別の病気だった頃だから。ああ、そういうことね。だからまあちゃんとプライベートと一致してるわけだ。そうです、そうです。確かにな、そう考えるとポケカハマって良かったのか悪かったのか分かんねえな。でもな、あ、でもなんかポケカハマってからみんなにオパシさん幸せそうってすげえ言われるようになりました。確かにマジで幸せそうではあるね。こいつどんだけポケカのこと知ってんだよみたいなさ。俺の身内でなんか一番やってる人かもしれん、下手し。でかい大会の前とか、まあ、一人で練習相手いない時とか家で多分6時間とか一人回ししちゃうんですよね。で6時間とかやってるとやっぱうまくいく時もあればうまくいかない時もあって、このうまくいかなかったのが明日の大会で発生したらどうしようってなって、ほぼノイローゼ寸前まで行きます。一人で大会とか出てるんでしょ、あの野良のジムバトルみたいな、はい、のも出ますし、自主大会みたいなそこそこ規模のでかい数百人大会とかも出たりします。すげえなー、マジで俺あれしか出ないからな、でかい大会しか。まあそのでかい大会の成績がいいんですけどね僕は。無駄にね。無駄に。無駄に全国ベスト32だからな。あ、そうなんですよね。何その車、めっちゃ課金してますね。え、逆にいくら課金したよこのゲームに歴代で。多分3、400。いや、そうでしょ、それは持ってるでしょ、はい、これこんなもんぐらい。しかも俺の場合は PC 版の方に200、多分スマホに200とかだから。あ、なかなかタチが悪い。そうなんだ。マジでもうあれだな、返してほしいな金。いや、普通に返してもらったでしょいっぱい。いやいや、まあそうなんだけどさ、まあでもなんかソシャゲやめとくかこの話は。いや怖いかよ、怖いことやめて。やめとくかこの話は、さすがに。ネットイースの代わりに説教しちゃいますよ。ソシャゲって最高だよね。あ、俺そう、それ言おうとしたんだよ。ソシャゲってすごいよね。なんかあのネットイースが定期的にあのゲームフェスみたいなでっかいイベントやるんですよ、ネットイースのゲームだけの。中国とかで、それいまだにあのメイン小屋行動っすよ。そうなんだ。そう、ネットイースのトップコンテンツ。ネットイースって他に何が出てんの、有名なやつ。そのフェスの目玉が小屋行動で、2番目が確か第五人格でした。あー、第五でもマジで長いでしょあれ。長いっす、第五も長いっす。まだ全然流行ってるよね。流行ってます、流行ってます。なんかさ、大きく違うのは、なんか第五のプロモテるらしいよ。あれ？こっちのプロモテてる？モテるで言ったら多分、荒野の方がモテんじゃないですか。え、あ、そうなんだ。多分。そっかそっか。俺あんまプロ連中の人と面識ないから、わかんないけど。一緒？そこら辺はもう、あれなんだ。一
な気がします。ただ第5の方が多分ユーザー層女の子多い気がします。あ、そうだよね。そうそう、それが言いたかったの、はい、そういう意味を持ってるですよ。うん、男の方が多いでしょ今は。男の方が多いんじゃないですかね。そう、聞いた、なんか噂に第5人格はすごい女の子が多いゲームだって。やらなきゃ損っすよ。新たな安全地帯が確定しました。やめて、ビジネスで女の話するの。興味ないくせに。そんなスキンあったっけ。敵が全滅した。これ新しく出たウルトラマンです。へえ、かっこいいでしょ。え、これ今スペシウム光線撃てるキャンペーンの企画やってますよ。撃ってよじゃあ。いや、これ撃てないです。あの嵐の半島とかでなんかアイテム集めなきゃいけないんですよ。え、あ、そういうこと。あ、そうそうそう。何撃ったらどうなん、敵やれんの。ダメージ与えられますよ。おもろ。この間あの懺悔ヒイラギと動画撮ってたら、うん、頭出しのポジションのところにずっとスペシウム光線無限に撃たれて頭出せなくされました。めちゃくちゃおもろいじゃん。ちゃんと使いこなしてるやついると思って。強そうだな。今だけか。でも今だけっすね。なんか意外となんかちゃんと動、なんかエイタ君よりちゃんと動いてる気するキャラが。エイタ君って走れないんだよね。やば。そう、走ってるな後ろから見てると。お、やるね。ナイス。じゃあ次は40代になったらコラボしましょう。8年後だ。絶対終わって。